物が走ってるような海のシーン、素晴らしい映像だったと思います。でもあそこでせっかく海が見たいと言って見たんだから、静かな明るい朝の海を見せてもよかったじゃないかなと思ったんですけども、なぜ夜だったんでしょうか。何かそこにも意味が。私はとこだのパパは、мне кажется, это ассоциация вот с этим морем, которое она увидела, то, что она ожидала увидеть другого мужчину, да? Она. А, それはあのその主人公彼女が入ってしまった世界ということだと思います。つまり全然違う相手を見あの会おうと思ったんだけど、こういう相手になってしまったので、それはあの見ようとしたのと実際に見た海と一緒だと思います。ありがとうございます。最後に一つだけ、あのとても下世話なちょっと質問ですけども、ロシアに実際現代ロシアにああいう事件ってよくあるんですか。Ну, среди моих друзей не происходит, но это ничего не значит. Порой в жизни происходит такое, что в кино невозможно придумать. А, у чино 仲間だったらそういう事件はないんですが、やはり人生ではあの映画にもでも表現できないほどのこともありえます。あのおとぎ話のようであったけども、ものすごくリアルだったので、конечно, люди все разные, есть набожные олигархи и есть такие как наш герой, это не только в России, мне кажется, может быть в любой точке. もちろんあの世界にいろんな人間がいますし、まあ、ああいうあの男性主人公のような大金持ちももちろんロシアに何人もいますし、まあ、それはロシアだけの話じゃないと思います。世界の話ですね。少しばかし。いいわ、少しば。では続きまして、あ、では一番前のお客様。色彩設計とか光の使い方が独特だと思うんですけど、ライトとかろうそくの光がすごい強調されているんですけれども、あれは撮影後に加工しているのでしょうか。あのテロップにカラーグレーディングっていうあの役職があったと思うんですけど。Ну, конечно, сейчас уже современные технологии, конечно, они шагнули вперед, и обработка есть. Но мы добились именно того эффекта, который на экране, то, что хотел режиссер. もちろんあの映画を撮影した後にもちろん加工はしました。だから現代の技術を使ってました。監督があの、映してほしいことをやりました。Я бы хотела немножко сказать о режиссере, о том, что вот он, снимая авторское кино, очень часто использует свет, и в его предыдущих картинах света добивались все-таки естественным путем. そして、ロブシャンスキー監督はあのいろんなオリジナル映画を撮影していますけれども、多くの映画にはあのやっぱりライトが独特です。そしてできるだけ今までは加工しないで、まあ、自然なライトを使う方が良かった、多かったそうです。И мы познакомились с режиссером давно. Я работала в Госсимфонии, где у нас хранятся все пленки, которые были сняты в Советском Союзе. で、私自身は監督さんと出会ったのは以前の話ですけれども、私はあの頃ロシア国立映画基金、つまりロシアで撮影された全部のフィルムが保管されているところで、仕事してました。レジスター попросил меня оцифровать фильмы, и эти фильмы никак не могли пройти ОТК по цвету. И тогда ему передала уже оцифрованные фильмы так, как они есть, и он, когда их увидел, он заплакал, потому что он, это именно то, что он снимал, то, что он хотел, а после ОТК все время был ранен отдел технического контроля.
そして、ドブサンスキー監督は私のところに来て、あのフィルムを デジタル化 してほしいと言っていて、私がその作業をやったんですけれども、最後の検査の時はなかなか通らなかったんですね。で結局、ただ検査されていないままの映画を、ロプシャンスキー監督が見ると本当に涙が出ていったんですね。なぜかというと彼は、まさにそのライトがちょうど良かったからです。だから、監督がライトを使うのがよくあります。ありがとうございます。ありがとうございます。他に、あ、では真ん中のお客様。はい、ロクシャンスキー監督の新しい作品を見られることができてとても嬉しく思っています。あのちょっと最後についてなんですけども、冒頭結婚を進めるシーンで白馬の騎士と並んでシンクの方という表現を使われていますね。あ、シンクの方、赤い方、 あれはアレクサンドル・グリーンの小説から来てると思うんですけども、あれというのは思いがけない運命の展開というふうな意味で一般的に使われるようになっているんでしょうか。ありがとうございます。日本人が見た時の感想とロシアの方が見た時の感想がまたちょっと宗教観とかが違うので違ってくると思うんですけれども、現地で上映した際にロシアの方からどういった感想ですとか評価とかがあったのかを聞かせていただきたいです。По отзывам, переживания составляют не один вечер, переосмысление, несколько дней переживания происходящего на экране и потом долгие размышления. あの、一応ロシアで上映した後に、あの観客の皆さんから多くのレビューを、受け取りました。で、多くの人々がやっぱり見てから、あの何日間もその映画のことを考えて、いろんなことを感じていて、まあ、やはりとても印象深い映画であるという感想だったそうです。ваши впечатления, вот как вы сегодня их можете охарактеризовать? 逆にお客さんのご感想を伺いたいんですけれども、私って感想でよろしいのかという感じなんですけど、まずすごい詩的な 詩とか文学がすごく ある国だと思ってるので、すごく詩的で情緒豊かな、もう映像からもそうですし物語のストーリーからもすごくそういったものを感じました。でまあ、宗教観がちょっとやっぱり日本とは信仰の深さとかも違うので、なんかちょっとやっぱり理解できない部分もあるんですけれども、でもやっぱりすごくそこの面はすごいないからこそ素晴らしいというか、すごくそこの部分は感じるものがなんかちょっと言葉にはできないんですけれども、感じるものはあったなという感じです。Я думаю, что вы не единственная, кому что-то осталось непонятным. Это совершенно нормально и для русских людей, и православных людей. Все равно к чему-то возвращаешься, допонимаешь что-то, не допонимаешь что-то, принимаешь что-то, нет. Поэтому это нормальная реакция. もちろん、日本の観客の皆さんの場合は、まあ、宗教の、この基本が違うから、
最初に、なかなか理解できない場面もあるということも当然あると思いますし、でも実はロシアでも、ロシア人はもともとロシア正教ですけれども、ロシア正教の教徒でも最初はわからないけれども、いろいろ考えて後で理解できるということもよくあります。すごく素晴らしいのと思いました。ありがとうございます。今日上映していただきました。短い質問でしたら、お隣の方のお二人どうぞ。はい、では、本日は誠に大変良い作品をご上映くださってありがとうございました。私は仕事でよく日本にいらっしゃるロシア人のお客様が対応することがあるんですけれども、そういったお客様のほとんどがすごくお金持ちの方で、我々給与所得者からはちょっと想像もできない生活をしていらっしゃる方で、今までちょっとああいう方とどういうコミュニケーションだったらいいのかが全くわからなかったんですけれども、この映画を見て、ああいう人たちってこうやってプライベートジェットに乗ってドイツで治療をして、お城みたいなほとんどヨーロッパの内装で作ったようなところに住んで、もうお金に糸目をつけず、女の人も引っ張ってこれるような、こういう生活をしている人たちなんだということが分かって、どういう扱いをすればいいのかがよく分かるようになったというのがとても勉強になりました。あとはロシアにああいうお金持ちばっかりいられたら、ああいうちょっとパワハラチックなお金持ちだけいられたらちょっと困るなと思ったら、途中で音楽やってらっしゃるような方が出てきたりとか、私90年代にモスクワ住んでたんですけれども、その時の風景からしても懐かしいようなピロシキ売りのスタンドであるとか、アンドレイの家に行く時のアパートの階段であるとか、あまり、その頃と変わらないような風景が出てきて、ロシアもすごくヨーロッパの味されたピカピカのところと、ちょっと昔の部分を残しているところがあるんだなと、そのロシアを包括的に扱ってくださって、こう私のロシア理解にこうとても資するところがあって、ありがとう、こういう作品を上映してくださってありがとうございます。Спасибо вам большое. Но все-таки не все олигархи такие, и не все городки. Вы увидели суть, но это фильм. Спасибо вам большое. この映画は芸術作品なのですが、もちろんロシアにいる金持ちはみんなこの主人公と同じわけではありませんし、ロシアの小さな町も町と同じ、全く同じでもありませんが、これはこの映画のシーンだからそうなってます。でもありがとうございました。お時間がもうなくなっていました。大変申し訳ございませんが、短めに最後の質問をお願いします。今日はどうも本当にありがとうございました。質問が、一番聞きたいのは、すいません、主人公、マフィアのような主人公の引用した詩は誰の何という詩でしょうか。見つけることできますか。ベタブロック、ブロックという詩人です。もブロック、アレクサンドル。